今回は、鳥山明大先生の、ドラゴンボール、が歩んだ歴史と、この漫画がレジェンドと呼ばれる理由について解説するぜ。ドラゴンボールはもはやジャンプだけじゃなく、日本を代表するようなすごい漫画よね。ああ、おそらくこれを見ている9割が少年時代にカメハメハを練習したことがあるだろう。カメハメハ、二重の極み、レイガンは三大練習した必殺技だと思ってるわ。ちなみに知らない人のためにどんな話か簡単に解説すると、世界中に散らばった7つの玉を集めるとどんな願いも一つだけ叶えられるという、ドラゴンボールという秘宝と主人公の、孫悟空、を中心に展開する、冒険夢バトル友情などを描いたスーパー王道少年漫画だぜ。ジャンプらしいシンプルで最強な漫画よね。だがあまりにも人気すぎて、各企業のドラゴンボール関連ビジネスもうなぎ登り、連載完結が株価や業績に及ぼす影響が大きすぎて、終わるに終われない状況になってしまった。エグすぎる。最終的には各企業トップが会議を開き、入念な下準備を行った上で最終回を迎えたんだが、今回はそのあたりの事情も含めて、伝説たるゆえんを解説していければと思うぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ドラゴンボールってかなり昔からやっているイメージだけど、いつ頃から連載がスタートしているの？ドラゴンボールは週刊少年ジャンプで1984年から1995年まで連載された漫画なんだ。作者はご存知鳥山明先生で、全519話、コミックスは42巻まで発売されているぞ。そうなのね。ってアニメは続いてるけど、1995年で漫画の連載が終わっているってこと？ああ、鳥山明が作者として描いたドラゴンボールの漫画は終了しているんだ。でも、数十年前に原作が終了しているのに、今現在も人気のある作品ってすごいわね。本当に何十年続いてるんだってくらいに、今も人気だよな。鳥山先生は1955年4月5日生まれの、漫画家でありデザイナーなんだ。デザイナー？漫画家だけじゃなくて？うむ。鳥山先生の代表作でもある漫画、ドクタースランプ、や、ドラゴンボール、はもちろん、ゲームの、ドラゴンクエストシリーズ、のキャラクターデザインの仕事もしているんだ。ウプ主の好きだった、クロノトリガーや、桃太郎電鉄のメカボン BRX も、鳥山先生のデザインなんだぜ。どれもこれも少年時代にお世話になったわ。そんなすごい漫画家が連載していたドラゴンボールは実は、ドクタースランプのアイデアがつきかけていたことから、鳥山氏が連載を終了したいと申し出たことが、きっかけとなって作られた作品なんだそうだ。え？ドクタースランプって円満完結じゃなくてそんな感じで最終回を迎えていたの？ああ、ドクタースランプもかなり人気漫画だったことから、簡単に連載を終了させるわけにはいかなかった。だが鳥山先生はもう限界で連載を終わらせたがっていた。だから、連載を終了し、3ヶ月後に新連載を始めるならやめてもいい、という条件で編集部に認めてもらい、その新連載としてドラゴンボールの案が練られるようになったそうだぜ。人気漫画家は休む自由もなくて大変ね。そしてドクタースランプを終了させ、とうとうドラゴンボールが新連載として開始された。5週連続カラーという、大々的な扱いで連載を開始したものの、実は当初はあまり人気がなかった。え？マジで？序盤のドラゴンボールってバトルものというよりは冒険ものって感じだったんだな。RPG みたいに王道で私的には好きなんだがな。新連載時は期待感からアンケートも取れてたそうだが、徐々にその人気は下降していき、かなり危ぶまれていたらしい。編集からは、主人公が地味だ。だから人気がない、と指摘されていたんだぜ。今の悟空の人気を考えると想像もできない話だね。そういった経緯があってテコ入れと言っていいのかわからないが、鳥山氏は作品のテーマを西遊記のような冒険から、強さを追い求める主人公、という発想に転換して、今の孫悟空のキャラクター性も確立され物語はバトルを中心に変更。そしてとうとう天下一武道会編でアンケートでの人気も急激に上昇し、1位に返り咲いた。もしかして少年ジャンプ伝統の人気が出なかったらバトル化する現象って、ドラゴンボールから始まったのかもしれないな。これだけ大成功したら伝統になるのも仕方ないわね。そして読者の心を完全に掴んだドラゴンボールは、人気漫画の枠を完全に超えて、アニメやゲームでも大人気の作品になり海外にも展開。世界的に圧倒的な支持を得る作品にまでなったんだぜ。ドクタースランプだけでもすごい人気の作品だったのに続けてドラゴンボールも人気になって本当にすごいわ。だよな。
ここから人気が爆発したことによって発行元の集英社はもちろん、ドラゴンボールに関連したコンテンツで利益を上げる企業が続々と参入。連載終了後も含めての数字だが、ドラゴンボールのゲームはミリオンヒットを10本以上出し、累計販売数は5000万本以上出荷。カードゲームは10億枚以上出荷し、登録ユーザーは400万人以上に上った。連載時でも連載の人気状態によって各企業の業績や、株価にまで影響を及ぼすほどの可能性が出てきてしまった。えぐー。それにより各関連企業の経営を考慮する必要が出てきて、ドクタースランプの時以上にドラゴンボールの連載は、終わりたくても簡単に終わらせるわけにはいかない状況が作り出されてしまったんだ。企業に影響を与えるほどって、人気ありすぎでしょ。でも人気作品をわざわざ終わらせる必要もないんじゃない？連載してたら印税もガッポガッポでしょ。いやもう鳥山先生の実績から収入を考えると、お金のために働いてるわけじゃないだろ。そして実はドラゴンボールにおいても途中、鳥山先生は連載を終了したがっていた噂がある。だから、1995年の原作の完結も、各企業の偉いさんが集まって、度重なる会議によって、関連企業の業績や株価に配慮して、入念な下準備を行った上で、ようやく実現できた連載終了なんだぜ。ここまで人気漫画家になるとお金はあっても、個人の自由はかなり縛られてしまってるんだね。個人的にはピッコロ大魔王編が終わった時、亀仙人が、もうちょっとだけ続くんじゃ、と言ってることから、多分鳥山先生はこの辺りで完結のイメージを固めていたんじゃないかな。もしそうなら、もうちょっとどころかその後かなり続いてしまったわね。打ち切り漫画は続けさせてくれないけど、人気漫画は終わらせてもらえない。これジャンプの鉄則な。どうあがいても茨の道だった？あれ？でも連載を終了してもドラゴンボールは今現在も続いているわよね。令和になっても、映画やってたりするし。うむ。原作は魔人ブー編で終わっているからアニメの、ドラゴンボール Z、から続いた。ドラゴンボール GT、以降は完全オリジナルアニメのストーリーなんだ。鳥山氏は一部を除いて、キャラクターデザインや、設定画を書き下ろす形で参加しているぜ。じゃあ、完全な鳥山氏によるドラゴンボールはドラゴンボール Z までってことなのね。アニメや映画の脚本や原案に携わることはあっても漫画で続編を書くことはなかったぜ。基本的にはアニメは脚本家が作ったり、漫画のドラゴンボールスーパーは豊太郎先生というドラゴンボールに憧れて漫画を持ち込んだ大ファンだった先生が夢を叶えた形で連載をしている。ちなみにウプ主は部活が忙しくなってきたのもあってアニメは Z までで GT はチラッと見ただけなんだが、この動画を作るにあたって、スーパーサイヤ人4から最近どんな風になってるのかなって調べていると、スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人とか書いてあって、ちょっとついていけなかった。10年以上離れていたらそうなっても仕方ないわ。でもそれって原作は1995年に終わっているのに、今現在も売れ続けているシリーズ作品ってことじゃない。すごすぎる。霊夢が言った通り、原作が終わったにもかかわらず現在も人気であるドラゴンボールは、その人気の理由として、各種メディアミックスや序盤の編集部の推しももちろんあっただろう。それでも、原作作品の圧倒的な人気が今のドラゴンボールにも影響していると思うんだぜ。1995年に終了した漫画の影響が今もずっと及んでいるってこと？うむ。ちなみにその原作の人気っぷりも霊夢の想像以上だと思うぜ。なんと天下一武道会編で読者アンケート1位を獲得したその後、連載を終了するまで、ずっと不動の1位だったんだ。この頃のジャンプって人気漫画がたくさんあるのにそれはすごすぎないかしら。もしかして新妻英二のモデルって鳥山明？かもしれないな。さらに300票で1位は固いと言われていた中、フリーザ編のクライマックスに関しては、1000票中815票で、ぶっちぎりの1位だったらしい。これは、今も抜かれていないジャンプ史上に残る伝説なんだぜ。1作品で 80% 以上の票を占めるって一体どういうことよ。スラムダンク、や、ジョジョ、遊白、などの作品もある中ぶっちぎりだからとてつもないな。そしてアニメのドラゴンボールも同時に猛威を振るっていて、最高視聴率は 29.5% を記録していた。どの記録も伝説すぎる。さらに漫画やアニメだけじゃなくてゲームまで人気になって、
ファミコン、ドラゴンボールシェンロンの謎は約120万本の出荷を記録しているんだ。前述した通りその後も多く発売し、ミリオンセラーを10本以上輩出している。今もコンテンツが生まれ続いてるくらいだから原作が終了した後のアニメとかの作品も、やっぱり人気が出たんでしょ？その通り。完全オリジナルストーリーのドラゴンボール GT は、第2話時点で視聴率 19.7% を記録する人気アニメとなり、2002年には完全版コミックスが発売され、発行部数は2000万部を超えるベストセラー。2003年には、ドラゴンボール Z を収録した DVD ボックスのドラゴンボールボックスボリューム1が発売。10万円を超える高額商品にもかかわらず驚異的な売り上げを記録するなど、原作終了後もドラゴンボールの人気は消えることがなかったんだぜ。それだけ人気があったら終わる必要もないものね。たとえ鳥山先生が終わりたくても終わらせてもらえないっていうのも納得だな。先生は大変だけど多くの人に愛されている作品ってことの証よ。だな。その後もアニメゲーム映画などで出すたびに人気を出し続けていたからな。昔からのファンにも支えられながら、そして新シリーズ作品でも新たな新規ファンを獲得することで、今現在も人気のある作品として君臨し続けることができているんだぜ。今もなおファンが増え続けているのか。どうだ霊夢。少しはドラゴンボールの凄さが分かってきただろ。コンテンツの強さもだし鳥山先生が大天才すぎるってことも分かったわ。そしてその人気は日本に止まることを知らず、海外にも波及していった。それじゃあ、次に海外を含めてのドラゴンボール人気について解説していくぜ。日本での人気って、なんとなく把握できるけど海外ってなると全く想像がつかないわ。でも、もちろん海外でもドラゴンボールの知名度は高いんでしょ？漫画は40カ国以上で翻訳されて発売。アニメは世界80カ国以上の国と地域で放送している。ドラゴンボール関連の市場は2019年時点で230億ドル以上を記録するほどとなっている。これは当時のレートで計算しても2兆5000億円以上の経済を動かす。桁違いの世界的な人気と知名度を誇っているんだ。いやいやいや、桁が超はさすがにたまげるわ。でも日本の作品が世界で人気になっているのは日本人として嬉しくなるわね。アメリカでは、最初は暴力的な描写が多いことから大手放送局では扱われず、人気もなかったんだけど、大手ケーブル局で週5日の放送が始まると放送直後から爆発的人気を獲得して、全米ケーブル局の中で、1位の視聴者数を獲得するほどの大人気アニメになった。他にも、ゲームや映画も大人気になっているんだぜ。確かに暴力的描写は海外だと厳しそうね。それでも、かなりの人気があってアニメ以外にも人気が及んでいるのは、ドラゴンボールが世界共通で面白いと感じる素晴らしい作品だからだよね。そうだな。アメリカ以外では、メキシコでも人気が高くて、ファンは数百万人に上るとされているぜ。鳥山氏は、メキシコで最も有名な日本人1位にもなっているくらい、作品の影響があるんだ。なんか、改めて聞いているとドラゴンボールがどれだけ伝説なのか、想像を常に超えてくるほど、世界的に人気ってことがわかるわね。全世界で人気がある作品だからな。さらにフランスでも爆発的人気があって、2019年5月30日にはフランス文化省から、芸術文学の領域での創造をフランスにおいて、功績のあった人物として、鳥山氏はフランスの名誉勲章である、芸術文化勲章シュバリエを受賞。さらにさらに、スペインでの漫画記録をすべて破り、スペイン出版史上60年ぶりの大ヒットとなって、2013年時点での累計発行部数が2000万部を突破しているぜ。面白いのではニュージーランドで2001年から毎年世界一かっこいいカメハメハができるファンを決める、カメハメハコンテストが開催。こちらはコロナで休止中だが、大会中の動画が面白いのでぜひ見てみてくれ。なんちゅう大会してんねん。私が想像しているよりも世界の人に人気のある作品っていうことがわかったわ。じゃあ最後に伝説をまとめると、天下一武道会以降、連載終了まで不動の1位を獲得。フリーザ編ではアンケート総評の 80% を独占。アニメドラゴンボール Z の視聴率は平均 20% を超え、最高視聴率 29.5% を記録。ゲームではミリオンヒットを10本以上出し、カードゲームでは10億枚以上出荷。ドラゴンボール原作は関連企業の株価に影響を与えるため慎重になり、
原作完結した後、ジャンプの売り上げ部数は急速に減少することとなった。世界規模でメディアミックスが展開し、動かす経済規模は 2.5 兆円を超え、世界各国で様々な賞を獲得、大会が行われるなど愛されている。人気漫画の中でもパワーが桁違いすぎる。漫画に負けないくらい数字がインフレしてるぞ。正直ここでも紹介しきれないほど伝説はまだまだあるんだけど、今回はここまで。ドラゴンボールは何十年も続く人気コンテンツということもあり、主役を多く演じてきた大声優、野沢雅子、死の年齢ももう85歳。他のレギュラー声優陣も高齢であることから、世代交代が囁かれるようになってきた。正直野沢さん以外のドラゴンボールって想像できないわ。私もだぜ。でもさすが20年後も頼みますっていうのも酷な話だからな。またみんなの、ドラゴンボール、の思い出があればコメント欄に書いてくれると嬉しいぜ。人生でカメハメハの練習をしたことある人はグッドボタンをポチッと押していってちょうだい。それではご視聴、ありがとうございました。